怖いね。ここすごいな。
えぐいっすね。ここすごいな。すごいっすね。で、ケンシーとしのすけ。あ、ここも面白いけど。なんか身内多ないっすか。やばい、そんだけ。あ、タカトシとトゥース。いやー、すごいな。ここも面白い。このアライのと、リッチーさん。正統派っていうか。アライ。いい意味でアライっすね。アライだ。あの荒々しさが好きやね。好きっすね。やっぱりかっこいいっすね。ブレオダももう安定やもんな。いやー、もうちょっといかんとかいやー、でもここで頑張らんと頑張れないもんね。頑張ります。いやな、まあ強敵やけども、まあいい機会です。山下君から紹介って、そっからの紹介。なるほど。うん、勢いあるって聞いてきました。あるんすかね。ないのないの。今日はもうね、ハンドルが返ってこんくてね。おうおう、あ、車のせいにする人やな。そうっす。アンダー25何歳。もう今年で最後25歳。最後なんや。あ、ほんならあのケンタと同い年やな。あ、かもしれない。あ、そうなんや。あ、これツッツー、ツツジュニア。ツツジュニア。何歳。何歳かわいい。車は使えない。使えない。ほぼノーマル。パワー FC ハイカム。お、エンジンはこれは何リッター。2.5 のターン、うん、タービンは純正です。純正。おお、金がないです。なるほど。ドリフト歴は6、7年ぐらい。まだもうベテランや。いやいやいや、まだまだ。関西ウルサは何回目。4回くらいです。4回目。でも来年からはもう、そうですね、もう無差別クラスに。無差別クラス。無差別クラス。もうあんな危ない奴らと走らなかったな。でも昔はなかったから、俺らの時は。ああ、そうですね、うん、僕が出始めたくらいでちょうど出てきたんで。あ、ちょうどよかった。でもそこで最高順位っていうのは決勝トーナメント、うん、いつそれ初めて出た時ですね。おお。あとは何すか、特艦で作ったマフラー、うん、自分で作った。あ、もう4つ。え、車屋さん。一応。あ、みんなそう。みんな一応車屋なんや。英語終わる。やかましそんなやかましそうやん。まあ、RB の。あー、そうですね、ほんと。マリとかはノーマルだ。あの子もなんだな。ここ名阪。そうです。これ登録した次の日の名阪で。そうなんや。まあまああるあるや。あるあるっす。ラックルは、うん、あの光る作ってもらいました。ほんならもう結構作ってくれねえな。まあ。おお。いや、自分のも作りました言うてたから。うん。そうなんや。今日はどこで、どこまで。2回戦落ちです。2回戦落ち。あ、ほんと一緒やん。一緒です。今日の範囲はそのさっきのハンドルマジでも壁に向かって。それなんで。なんでなんすかね。一発目、1回戦の時に戻ってこうなって、うん、なんかショックの下の車高調整するとこ緩んでて、うん、で、そこで横の方が出てたんですよ。もう整備不良やな。整備不良っすね。結局誰のせい。まあ僕のせいです。せやな、初めからそう言うのやろ。で、まあそれダウンして、うん、2回戦行ったら1本目は良かったんですけど、2本目からまた戻らへんな。ほんま、ほらそれちゃうやん。ちゃうかな、何やろうと。何やろ、分からんまま。分からんまま結局誰のせい。僕のせいです。もちろん。もちろん。もちろん。あ、そうなんや。でも原因ちょっとな。そうです、ちょっと探して。今足回りもちょっと、もうこれ車高を上げたいんですけど、うん、もうこれで全上げなんですよ。あ、そうなんや。そうなんですよ。うーん。私、まあ、車高調とかも。ああ、ちょっと癒し入れたいと。でも京都といえば。京都といえば。スタンス。ね。ね。ちょっと、高いっすね。あ、そうなんや。お金がないです。そこはでも、いや、そこはでも京都ということで。サポート価格なんちゃう。サポート価格なんすか、ね、もうちょっとあのドットコムに言うてみたら。まあまあ、うん、要相談で。要相談ちょっとお願いします、ドットコム。堀口くん。まあ来年も
そうですね、来年はもうその大人のクラスやけど、まあ予選は出るんで、うん、あまあまあ京都は通るやろ。どうすかね、どこまで行けるかって感じ。まあよく言うとシルビア乗り換えたいですけど。あ、そうなんや、やっぱりそう、スカイラインより。シルビア、ほんま FC の次シルビア乗ろうと思ったんですけど、うんうん、あの高騰しすぎて買えなかった。あ、もう高いもんな。うん、そうか。で、同じ値段で戦闘力高いのでたまたま出てきたんで、うん、スカイラインにしただけで、こだわりはないんですよ。うん、ボディを綺麗にするとかそんなはないの？色も塗りたいんですけど、うん、まあまあ、いや他にやることいっぱいあったんで。なるほど。まあ、リフレッシュから始まってね。そうやな、走りやんごとにはな、そう、色とかこだわってられん。やし、エアロとかフェンダーとかも欲しいですけど、まだそれはちょっと先の話。なるほど。ちょっとまあ今こうやって話聞いてたから、来年のオールスターの時にはどういう風になってるかちょっと見物やな。そうですね、うん、どんだけ変わってるかっていうのをちょっと見せてもらおう。プレッシャーが。いやでも塗装もこういうほらなんかな、なんかミイラみたいになってるやん。バッキバキになってる。バッキバキになってるから残念なことになってるんで、うん、ちょっとどういう風に変わってるか楽しみですね。楽しみ、頑張ります。エアロもどういう風に変わってて車高もな、上がってんのか、足回りもリフレッシュして、大人のクラスでちょっと決勝トーナメント行きたいですね。な、そこまで、まあ、でも負けたのは誰のせい？マクロです。いやでももうちょっと1年後また見せてもらいます。はい、はい、また取材受けてください。了解です。ありがとうございます。こう昔はこうなんかハムって言うてなんかバイナルみたいな文字で貼ってたじゃないですか。あれ何書いてるか分からへんから分かりやすいようにもうこれに書いたんですよ。そう、分かりにくかったもんね。まあ、バイナルかなと思って、あでも字やなと思って、よう見てくれてはったね。そう、それはまあまあ一緒の世代やから。僕らの年代8ギア多かったもんね昔ね。そうほんまに、ね、はい、まあまあ息子も、はい、僕の背中を見て育ったんで。息子ちゃん何歳ですか？今19です。19？ ええ。若いね。お、大勢。おい、大勢。大勢君は19歳、はい。これはもう平成16年生まれ。はい、16年。お、大勢が中3の時に初めてオールスター、お親子で出たんすよ。あ、まあ、そのね昔何回か僕出たことあってんけど、うん、まあ、ずっとちょっとドリフトの大会はもう出てなかったから、まあ、それで沢井君に息子さんと一緒にオールスター、うんうん、出えへんかって声かけてくれはって、うん、まあ、沢井君も同い年だもんね。ああ沢井君も同い年。そう、親一緒やから。ああ、ほんですか、うん、あ沢井君の年は僕福ちゃんも一緒やし。ああ、ほんですか。そう、あもうみんな一緒やね。そう、みんな一緒。74年がほんまに暑い。74年まで暑いね。うん、ね、まあそれで大勢が、まあ、ちょうど中3の時に、うんうん、沢井君が、うん、オールスター、うん、出えへんかって声かけてくれはったから、あの親子で出ようか言うので、それまでほんだら練習はしてたの？うちのお店の壮行会でずっと走らせてたから。そうなんや。もう何歳からそのドリフトやってたの？中1から、うん、中1？小6の時にグリップさせて車の運転を慣れさせて、中1になったと同時に小学校6年卒業したと同時にドリフトさせて。もうだから今流行りのシムとかじゃなくてもう実車でいきなり。あ、いきなり実車。さすが。そうや、できた？初めはできなかった。ああ、できなかった。できなかった、はい、おー、そうやね。ほとんど何やらせんねんって感じやった。いや、楽しかった。あ、ほんま？あ、もうでもずっと見てたし。そうなんや、まあ僕大会とか出てるのは小さい頃から見とったからね。うん、なるほど。まあそれで小学校6年生の時に乗させたんは1、2、3、こいつ小さい時背小さかったから、うん、クラッチに足届かへんくって、で、6年生で、うん、やっと初めて、はい、足届くようになって、まあ、そこからまあ車乗せてね。うん、いいね。いやでもなんかほんま羨ましいわ、親子でずっとこう出れてんのが。ああね、まあ僕も昔グリップやったけどね、うん、まあまあドリフトの方がやっぱりね、せ
ね。見てくれる方が多いでしょ、グリップの方がね。俺ももともとグリップやったんですよ。ああ、本当だ。まあ、年代一緒やからね、それはもうそうです。もうだってドリフトなかったしね。なかったしね、僕らの年代は。免許取り立ての時代はね、そうです。メジャーじゃなかったから。ドリフトを舐めてたから。まあ速度遅いからね。そうそう、いや、あんなお釣りもらってどうのって言うてて、で自分がハマってしもたって。ああ、そうやね、僕もそうやね。ね、多い人ですね、ほんまに。いや、ドリフトの方が横乗せてっていうの多いもんね。そうやね、かっこいいとこ見せれるからね。いや、俺は不純じゃなかったな、もうもっと硬派やった理由ちゃうかったかな。まあ間違いなくそっちやけどね。毎晩のように南湖行ったりね、南湖にドライブ行ったり。はいはい、まあ、ごめんな、全然話分からんもん。もう今はシムで練習したり。いや、今はもう、今も実写、これもう実写だけで。シムで練習はせえしたことないです。そうなんだ、はい、シムやったことあるないです。全然できないですよ、もう実写で覚えてたら。あ、そうですか。俺も勝ったんですけど、引退してからは全然できない。あ、そうですか。難しいよね。めっちゃ難しい。ちょっと一回やってください。ああ、そうやね。一回、やってみたいね。難しいですよ。まあ、実写がね、かかるしね、ミスしたらね。そうなんですよ、それがね。もう、みんな貼ってくれてるでしょ。ああ、ここやね。もう先輩のピッチです。はい。どうぞ。ああ、くれるんですか。もちろん。あ、貼っときます。ええ、マジですか。あ、入ります入ります。今入ります。今取材、あれやね、受けた方みんな、ほら、ここ貼っといたよね。あ、それでも任せます。いい、かっこいいじゃないですか、これ。いや、もうありがとうございます。いや、もう奈良やから、仙徳のね、ちょっと自分のビジュアルもあれですよ。あ、はいはいはい。あ、もう貼っといてください。ありがとうございます。あ、URL も、あれやったら、はい。あ、これ携帯だったら YouTube 見れるじゃないですか。そうそうそう。あ、いいじゃないですか、すごい。ちょっと時間差はあるけども、はい、あの、このカットも上げさせてもらう。あ、そうですか。あ、映れて嬉しい。いや、怖いな、なんか心がこもってない。いやいやいや、嬉しいです。ありがとうございます。大きい大会に出るとかそんなはないの。ないの。そうなん、ライツとかそんなもん全然あれないね、お父さんとしても。まあ自分の力で出るんやったらね。ああ、はい、うん、あの、まあ全然僕反対はしないですけど。お金出してって言われたらね。まあそれはね、出したったらええやんか、そんな。まあ僕もね、ちょっと他のレースもやってるからね、僕ね。え、そうなんすか。ノンモレース。僕鈴鹿でバイクのレースやってるからね。あ、そうなんやね。どんなのバイク。あ、1000cc の。え、そんなでかいの。すごっ。現役でまだ走ってるからね。すごいね。みんなすごいわ。ねえ、まあこのドリフト界の人はみんなしなんでるんちゃいますかね。僕がバイクの列してるの、僕あんまり。ほんまに知らんかったですよ。まあ鈴鹿サーキット行ったら、まあ、みんな僕のことしてくれてはるけど。そんなんや。いいんすか、そんなの貼ってもらって。そんな人。いや入ってください。絶対取れへんよ。なこれ、僕バイクに入りましょうか。絶対絶対。いや、入りますよ。ほんますか。また鈴鹿サーキットまで取材に来てくれはった。行きますよ、全然。ほんまにフットワーク軽いから気につけた方がいい。全然行きます。これ何やったの、来週オートポジティから。お、オートフレスまで行くんですか。はい、全然鈴鹿なんてもうそこじゃないですか。鈴鹿もすぐそこです。わ、言ってもうた。来ますよ。鈴鹿サンデーロードレースの最終戦来月あるんで、また来てくれはったら。おお、はい、取材に。僕バイクに貼っときますよ、これ。いや、行こう。はい。いらんこと言うたと思ったんですよ。いや大丈夫ですよ。全然大丈夫です。いや、もうありがとうございます。嬉しい。ね、まあバイク、そうやね。いや、喋ってみるもんですね、こうやって。あ、そうやね。やっぱり、喋らんとなかなか中身分からへんことは多々あるね。ありがとうございます。嬉しい。はい、また、バイクの方も。バイクは長いんですか。バイクは、もう14年ね。へえ、でも大人になってからやね。大人になってから高校生の時、僕バイクの走り出しててね。はいはいはい、そうやね。それもだから、そうそう、鈴鹿走るのが夢やったけど。 RT でしょ、チームの名前とか。レーシングチームとか、なんか略さんかった。そう RT ね。そうそう、レーシングチームの。そう言うてた。はいはい、僕らも若い頃チーム作って走ってた。そうやね。そうやね。あの、
T シャツ切って大きくして、そう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 スライドの上からこうダボっとして、そう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 、膝すってね、膝すって、その時ね、鈴が走るのが夢だけどね、なるほど、お金がなくて走れへんだから、大人になってから、あ、大人になってから今ちょっと走ってます。まだ詳しく話聞かせてください、バイクも、はい、はい、ぜひぜひ、ありがとうございます、ありがとうございます、バイクさん、やったこっちいいよ、あとポッポ見てたらやっぱ一番の86は合わない、合わへんか。前走ってる、走ってるべきやん。でもね、練習めっちゃ良かったんですよ。あ、そうなんや、走行会で、これいけんちゃうかっていうぐらい良かった。全然気づいてないと思うねんけど、シール大きなってるってすごい絶対無理だけはしてな、リキとリョウに挟まれたいらしい、あーあ、この前の中の戦闘が一番ですよ、あ、この前